こんにちは。今日はファミレスでお取り扱いをしている洋服のブランドアシードンクラウドのご紹介のビデオを撮っております、はい。アシードンクラウドを取り扱うきっかけになったのは東京店の前の前の東京店ですね。最初のお店、あ、最初の東京のお店の、はい、覚えてる方もいるかなと思うんですけど、うん、マンションのちっちゃい室でお店屋さんとレッスンをやってたんですけど、そこから歩いてすぐそばにハバダシュリっていう、うん、イケてた洋服屋があったんですそれでそこに行っては楽しく買い物をね、うん、東京に出張に仕事で行くたんびにそこに行っては、はい、私これ買ったっていう、そう報告をし合うっていう、 それで何年ぐらい ?2 年ぐらいかな、あそこのお店に2年はいたよね、うん、で2年ぐらいそこで楽しく通って出たんですけど、うん、そこのお店が閉店しちゃって、うん、まあ、会社自体がなくなってしまって、うん、そうなんですね。でそのハバダシュリーがあのセレクトショップだったので、うん、オリジナルのものもあったけれども、うん、セレクトのものもあって、はい、私たちなんとなくアシードンクラウドって書いてある洋服を選びがちで、うん、ですごい気に入ってたのに、うん、お店が閉まって買えなくなっちゃったので、うん、これ他でどっかで買えないのかなって結構調べたりね、そうなんですよね。でもなかなか難しくて、それでアシードンクラウドを諦めきれないこう1年1年ぐらい探し続けた結果、多分そのデザイナーの玉井さんも他に販路を一生懸命探されてた頃なのかなと思うんですけれども、なんかお取り扱いできそうな感じのホームページになったのをきっかけに聞いてみようと思って、一回買えないかどうかを、でご連絡をしたら大丈夫だっていうことになって、やったねってことで、うん、はい、それから2人で展示会に行っては良さそうな洋服を仕入れたり、はい、そうですね、あと自分たちのために買ったり、ね、撮影のために買ったりですので、今まで雑誌とか本でもアシードンクラウドの洋服結構使ってますので、はい、皆さん目にしてらっしゃるのかなとも、多分かなりの頻度で見てはいるとは思うんですけど、うん、結構ね普通の形のものもあるので、うん、それとは分からずにきっとみんな見ているに違いない。そうですね、はい、はい、で取り扱いをしているっていうところですね、はい。玉井さんは、まあ、展示会に行くとデザイナーの方とお話しする機会もあるんですけれども、男性ですね、男性のデザイナーの方で、はい、すごいしゃれてるんですとにかく、あと私が気に入ってる点は、大体のものが洗濯機で洗えるっていうところがいつも素晴らしいなと思ってます。なんか素材がその扱いやすいものを取り扱ってるっていうのもすごいいいなって思ってますし、あとちょっとなんかディティールが効いた、うん、感じのものを気に入ってます。そのすごいはこれ絶対履けないっていうおしゃれすぎるものでもない、はい、けれども、うん、なんか少しディティールが効いててシャレ感が出るっていうのが気に入ってるかな、うん、あとまあ基本的にはそのアシードンクラウドの定番のデザインがあって、うん、それが素材が変わったりいろいろしながら、うん、はい、毎年違うものがちょっとずつ出るっていう感じなので、うん、はい、なんか自分たちがもう好きだって分かっているので、うん、そこに新しい素材が加わってもやっぱり好きだなっていう感じのものが出るの で、はい、そこが気に入ってる点ですね、はい、はい、これはもう売ってますっけ、はい、両方とも今年出たもので、そうですね、はいはい、これもこれも今販売しております。でこれはなんか玉井さんがおっしゃってたのは、古着の、うん、ものを見た時にズボンか何かを逆転して
着たら可愛いんじゃないかってことで、後ろにリボンがついてて、それもなんかインスピレーションを受けて作ったって言われてて、まあ、なんか変わった形だけど涼しくて、うん、そうですね、はい、まあ、スケスケなんですけど、スケスケなんですけど、まあ、下に何か着て、はいはい、夏に着ればいいっていうことで、はい、さらっと羽織るっていう、そうですね、はい、でパンツはなんか同じですね、これ、はい、これ色違いなんですけど、私はこっちは裾をすぼめずに履いていて、とっこさんの方は裾を絞ってるんですけど、はい、あのこっちにも紐はついてる感じです、はい、で生地がなんて言ったらいいんだろうね、パラシュート生地ではないんですけど、うん、ちょっとんだけど、なんか見た目はちょっとパラシュート生地みたいな風情の、はい、防水っぽい雰囲気出てます、うん、はいはい、なんか軽い防水だって書いてあったと思いますが、うん、はい、あの雨の日に履くのにとてもよく、うん、これはちょっと雨の日なんか濡れそうだけど、ここ絞っちゃえば履きやすく、うん、そうだね、あのその私たち自転車に乗るので、はい、自転車に裾が絡まないように裾が絞れるのはすごくいいなと思ってて、ここドローコードが2本入ってて両方から引っ張れるようになって、うんうん、まあまあな、ね、すごい生地感だけど、うん、すごいギュッと引っ張れるようになってて、そうそうそう、あとここがですね、うん、なんかこういう、引っ張るね。ナイロンバッグみたいな、うん。ちょっとなんかアウトドアの時のパンツのウエストみたいな感じに、うん、なってるので、ここはだいぶ自由自在のウエスト。はい。ですので、皆さん安心して、サイズに関係なく、うん、そうだね、着やすいかなと思います、はい、自分のウエストサイズにスカートみたいに見えるのもいいなと思ってるかな、うん、だから結構ドレスっぽくも見えるし、絞っちゃうとスポーティーにも見えてっていうのと、あとね、シワにならなかったです、私、うん、持ち歩きましたけど、うん、結構これ、ね、あんまりシワが気にならないって言った方が、そう、東京出張に持ち歩いたけど、はい、それも良かったなと思います、うん、今これが新しい今季です、はい、履きやすくて気に入ってます、はいはい、では次はこの、なんていうんですか、こういうすぼまったシーパードですか、スラックスって感じ、スラックスって言うんですか、うん、でもまあ、まあ、テーパードですね、テーパードですかね、はい、のいいのかな、ちょっとメリさんの見にくいかもしれない、見にくいんですけど、両方ともチェックで、チェックですね、こっちは青と今度、はい、イギリスのタータンチェックによくあるような、はい、これじゃあ、なんですか、グレーと緑とオレンジ的なチェックのスラックスタイプになって、はい、で生地はやっぱりこれも防水っぽい、防水みたいになってて、うん、これも普通に洗えます、はい、で足もね、ね、アナグの上着とかによく使われてそうな感じの、うん、生地なんですけど、すごく軽くて着やすい。で、これのいいところは、なんかオフィス仕様ってことじゃないですかね。それで、雨の日にちゃんとしたズボンは着たくないけど、履かないといけないときに、それっぽく見えていいんじゃないかっていつも思ってます。なんかちゃんとしてるし、うん。こっちの方がちょっと、なんか、すっきりしてて、こっちの方がちょっとカジュアルな感じにも見えるのかなとは、ポケットもあるし、はい、あとあの、だいたいシードのクラウドのパンツ、後ろにこのベルトがついてて、ね、これでちょっと引っ張ってサイズが若干、はい、調整できて、この辺とか変えてるっていうことになります。私たちは XS を履いてます。ユニクロの SM ぐらいが XS で、あの、お腹がきついのが耐えられない人は S を選びます。そのぐらいの気持ちのサイズ展開かなと、ね、物によっては XS でも結構ゆったりしてるのもあるんですけど、うん、これはどっちかっていうとちょっとスッキリ、スッキリタイプなので、はい、あのお腹に余裕が欲しい人は S でいいのかなと思ってますね、うん、ちょっとここがもう少しゆったりになる、うん、そうですね、まあ、足は別に全然きつくはない、はい、動きやすい感じです、はい、次はアウターを着てみました、はい、私実はこれの紺色をもう持っていて、はい、毎冬すごい気に入って着てるんですけど、はい、
白もすごい爽やかで可愛い、はい、最初すごい迷ったんですけど一応紺にはしたんですけど白も欲しかったやつで、ね、結構あの混み合ったデザインにそうですねポケットもここにちっちゃいのが2つついてたり脇もしっかり大きいポケットがあるのでそれも使いやすいし、はいはい、で後ろがねそう後ろがなんか海で流木とかを集めたりここは多分外れるはずです、はい、そうなんですここする人がここにいっぱい物が入れられるっていう、はい、さらにジッパーもついてるんです、うん、ここがねそうなんだっけこれ座れるあ座れる確かにうんそう、うん、お尻に敷けそうな感じになってるんじゃないちょっと今これがなんかそういう感じだったかな噛んでてこれがうまくいかないですけど、うん、これがそうなってるんですねまあ、これで座る人が本当にいるのというのがあるけどそうですねでもあのすごい気に入ってるのがこのフードがすごいなんか立体感があるのがすごい可愛らしい、はい、気に入ってます、はい、あとパンツこれはメリさんの私物ですねこれ私物なんですけど、はい、これもすごい気に入って履いてるんですけどこれもちょっと防水加工されている生地のパンツで、でここ絞れます、うん、若干オイルスキンみたいな生地で、はい、この大きいポケットがまたすごい使いやすい感じですね、はい、でこれも裾にゴムがついてるはい、はい、パラシュートパンツですね愛用しています、はいはい、私はこのシャツのようなジャケットのような感じのものを着ておりますが、うん、これボタンが面白くて、うん、ここになんか穴にね穴に刺していく、はい、感じのデザインですね。でこういう仕様になってるので、はい、まあなんかポツポツしたものがボタンがこう見えていくっていう。一、うん、枚のシャツで着てもいいし、上着として羽織ってます。羽織ってますけど、うん、まあ羽織ってもよし、はい、ですね。でズボンはこれちょっと前に。はい、出たもの。これ後ろにも大きなポケットがついてて、はい、前にも大きなポケットがついてて、実はこれ多分うちの撮影でおそらく一番使ってるってあのパンツで、多分どの本にも登場してるぐらいすごく使っています。はい、履きやすい。うん。この多分ここはちょっとぴったりだけど、ここに幅があるのが。うんそうだね、合わせやすいのかな、うんうん、シルエットがちょっとなんかそうですね変わってるというか、うん、少しおしゃれな感じが、はいはい、になってるねあそうですね、はい、私物ですだから相当履いてますね、はいうん、めちゃめちゃ履いてます、はい、あとこのシャツも私実は持っていてこれは私のじゃないんですけど、はい、持っています1枚、ねはい、なんであの1枚で着てもジャケットとして着てもはい、いいのかなと思います。はい。はい、では次は、はい、それぞれズボンですね。これ形は同じだけど素材が違うのかな、うん、そうですね。形は一緒。あとこっちが多分大きいサイズで。S サイズですね。S サイズ。私が XS ですね。はい。で、またこれがついてる、ね。そうですね。普段私 XS を着てるので、これちょっと大きい感じはするんですけど、はい、あの実は両方とも持っていてあのこっちの XS をいつも履いてます、はいはい、ちょっと足が短くなるんだな、うん、私が履くとでもなんか夏に良さそうですね、うん、これは夏物なので、うん、多分もともと少しクロップドなデザインで、はい、あるんだと思います、はいはい、ね、これはただ大きいからちょっと長いっていう、はい、だけなんですけどあとこっちはツイードのウール的な、ね、素材感で多分なんかイギリスのツイードーすごいいい生地で本当にあのなんか奥行きがあるすごい素敵な生地になってま す,、はい、てますでこの紺だけまだ在庫があるかなはい、はい、ですのでこっちもすごい大きなポケットがここについてますねついててはい立体的なんだよね。ここに前に縫い代っていうか、ここが来てて、うん、膝が出てるようにもう見えるっていうスタイルですね。はい、あのアシードンクラウドの定番の形の一つで、うん、毎年違う形あの素材で出てるパンツの一つになってます。はいはい、アシードンクラウドのご紹介を
しました、はい。一応マイコレクション見に行って、うん、うちの、まあ、ニットとか、まあ、基本的には私たち、ね、ニットを編みましょうっていうのを推奨しているので、はいはい、トップスよりもどちらかというとニットに合わせやすいボトムスがあったら仕入れるっていう感じで毎年やってるんですけど、はい、時々トップスを仕入れてみたり、そうですね、ジャケットを仕入れてみたり、クラフト感のあるものを仕入れるようにしているので、うん、はい、まあ、シードクラウドを直接お店で買えるところそんなにはないので、そうですね、なんか全国のセレクトショップで扱っているところが多くて、うん、はい、大体どこのお店も 1,2 点ずつぐらいしか多分仕入れてないので、うん、なかなか買えるところがなくて、はい、それもあって私たち自分たちで扱うことにしたっていうのもあるんですけど、はい、はい、なので気になってる方はぜひ、そうですね、はい、サイトに遊びに来ていただければと思います、はい、はい、この動画が気に入ったと思われた方はぜひチャンネル登録やコメント入れていただけると嬉しいです。あ、グッドボタンもよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。今日私背が高くないから、これが本当ですよね。あ、そうだね。はい、同じぐらいで。はい、はい。いつも私が詐欺しがちで、すごい。あれみたいなことが結構あるんだよね。ほぼ一緒だからね。うん、ほぼ一緒なの。はい。そうなの。